リンネルチャンネル。朝は洗濯機を回しながらでしたり、2階にいる子どもたちを起こしたり、洗面所に行ったり、キッチンとこういろんなところをぐるぐる回るので、できる限り動線をコンパクトにしたいと思っています。なので朝はあまりガスコンロも使わないので、一口コンロをシンクの手前に置いてコンパクトに動けるようにしています。カセットコンロを使うようになってから、あまりこうキッチンが汚れないので、その点がすごくストレスが少なく、家事を簡単にすることができると思っています。住まいに関わる仕事をしていて、フルタイムで働いています。小学校3年生と今度高校1年生になる娘がいます。どうしても土曜日日曜日に行事事があったり、私自身は平日休みなので、子どもたちの時間と自分の時間のバランスを考えながら時間を作るようにしています。店舗に行ったり会社に行ってやる仕事が多い仕事にはなるんですけれども、やはり小学生の子どもと中学生の子どもを見ながら仕事を継続するためには、在宅ワークを増やしていく必要があると感じました。在宅ワークを多くする中で、やはり座りっぱなしの生活の中で腰痛を抱えることになってしまいました。その中でやはり立って仕事をするということが割と体にとって私は向いていたので、立って仕事をやっています。家事については一人で抱えず、家族に担当をお願いしています。掃除担当は娘、息子にはゴミ出しをお願いして、主人には買い物担当をお願いしています。年に1回はやはりプロの方に徹底的に水回りですとか、そういったところをきれいにしてもらっています。前は全部こう一人で抱えてやろうっていう思いが非常に強くて、結果的にすごくそれで機嫌を悪くして家族に当たったり、自分自身が追い込まれてしまったりした経験がありますので、いろんな人にお仕事をお願いすることで、結果的に自分が機嫌が良くなって、家族にとってもこういい関係性ができているなと感じています。家電はものすごくこう家電好きで、特に洗濯機についてはかなりいろいろと買い替えました。縦型のものにしたり、二層式にしたり、いろいろと使ってみたんですけれども、最終的に全自動で洗い上げる、ドラム式の洗濯機、最新のものに変えて、とても便利です。洗剤が自動投入されたりですとか、洗い上がりもすごくすっきり上がりますし、あと乾燥の機能もとてもいいので、もう本当にこうストレスなく洗濯が進むことで、他の家事の方に時間を使えることになって、もう生活の方がすごく整いました。片付いていないと、
自分のこう時間の組み立て方ですとか優先順位付けができてないと感じてものすごくイライラしてしまうので、まずやはりキッチンを片付けて、そこからこう思考を整理しながら他のところを片付けていくようにしています。キッチンは片付いていないと嫌なんですけれども、もう無理やりこう疲れている時に片付けると食器を割ってしまったりですとか、結果的にこう家族に当たってしまったりするので、本当に疲れている時はもうそのままにして寝て翌朝片付けるようにしています。家族で揃って食べる夕飯については、やはり小学生の子どもと中学生の娘が喜んで食べてくれるようなお肉系に偏ります。ただどうしても私自身が食べたいものはサバだったり魚が食べたかったりするので、その中で一品自分が好きなものを混ぜるようにはしています。トータル的に家族がみんな喜んでくれることで良い食卓、限られた時間の中で家族みんなで食べる夕食を楽しみたいなと思っています。週5回のフルタイムで働いているので、週末になってくるともう疲れてしまって、ご飯を作りたくても作れない状況があります。またこういった状況下になってしまったので、外食もなかなかできない中で、やはりレトルト食品ですとかパスタソースなどはもう割り切って市販のものを買って、みんなで美味しく食べればいいなと思って使っています。私にとって家族揃って夜ご飯を食べるというのが一番一日の中で楽しくて大切にしたい時間です。夕食時にはテレビを見ないで、子どもたちの学校のことですとか習い事の話をメインに話をしています。また私たちも自分たちの仕事についてこういうことがあったとか、そういった日々のエピソード、仕事でのエピソードも子どもたちと共有しながら、将来働くっていうことが結構楽しいことなんだよっていうことをこう伝えたいなと思いながら会話をしています。Thank you.